どうもタンガラムイモギョです。キューバ行きたいと思います。今日も盛況なことだ。見せ物としては僕はこの前の格闘技の方が好きだけれどね。戦うために戦う、そのシンプルさが僕は好きなんだ。とてもね。本当ならあれだけを続けたっていい。プロレスでもいいな。けれどこのオークションこそが必要なことだからね。君たちに協力する悪魔にとっては甘美なものかな。人々の苦しみと絶望、それによって引き起こされる他者の歓喜、相反する二つの魂の力が合わさり、カオスとしての力が生まれる。このスペシャルカクテルこそ一部の悪魔たちにとってはおすすめ。そしてそうであるからこそアコライツにも必要なわけだけど、やっぱり僕としてはプロレスの方が好きなんだよね。ハヤテ君にはわがままを聞いてもらっているよ。彼も好きらしいからね。ウィンウィンだ。いささか愚かしい光景だと思うのは私だけだろうか。何とでも言っていいよ。だってこれは必要なことだから。人には必要なものがある。種の存続はもちろん、生きるために食事に排泄、睡眠に繁殖行為、それらは必ずしも美しくはない。アーティストが綺麗な表現を用いたとしても、それらは事実醜いものだけれど、必要なこと、この光景も同じなんだ。人が人を傷つけ、苦しみと愉悦を味わい、悪魔にカオスを提供する、これこそ人にとって必要なこと。そう、人類の絶滅を防ぐため、ベニタスによる人類の完全なる家畜化。気に食わないかな。さてね、ただ一つ言わせてもらえるならば、リベレーターズは黙っていないだろうね。あの若者たちか。新人にとても有能なものが入った。知っている。あの共感指数はもはや異常なレベルだ。それで賞金を。小賢しいものだね。あれは早く警戒しろと伝えたらあのざまだ。根がとても素直な少年なんだ。だから嫌いじゃないんだよね。リベレイターズね、その力見せてもらおうか。次から次へと。どんだけホムンクルス仕入れたの。デビルダウンロード。メガキン、もうあの女の子が限界です。あれ以上は命に関わりますよ。
はい、というわけでね、今回の動画は以上となります。次回は第10話でお会いしましょう。それでは、お失礼します。